レーシングキング、はい、ハンドルを切るとたまに電源が落ちるって、電源が落ちるとかメーターが落ちるって言いましたかね、はい、でエンジンはまだエンジンはかかってるんだけど他のある系統が落ちて、でヒューズが飛んじゃうっていうね、はい、まあ、そういうことでですね、ヒューズが最初飛んじゃうんですよっていう話 で変えてもね、してしばらくするとまた飛ぶっていうんですよね。だからほらすぐは切れないっていうね、うん、すぐは切れないってことは何かこうほらずっとショートしてるわけじゃない、ただ何かのきっかけでショートしてヒューズが飛ぶってことですよね。でほらヒューズが飛ぶ際に毎回ヒューズ飛んでたらヒューズね毎回交換してたら大変だから、ブレーカーヒューズっていうのがあります。ヒューズにブレーカーがついてるの、だからパチッと上がってね、それで、またパチッと押せばほら大体家にあるやつですね、ヒューズね、あーブレーカーってやつですね、ブレーカーってやつ一回落ちてでまた、まあ、コンセントとか抜いてまたね上げるっていうやつですよね、はい、でそれに付け替えてあるんで、で様子見てくださいっていうね、うん、でやっぱりハンドルを切ると落ちるっていうんですよ、まあ、ブレーカーヒューズが切れるっていうね。でいろいろ見たんですけど、まあ、この辺でほらこの間ちょっと触ったんでこの辺見たんですけど、うん、分かんない。でこういうふうにいろいろやってたら、やっぱここのメインハーネスがね、この見えますかな、これね見えないかな、ここの部分がね、ここの部分がちょうどここのこれこうついてるんですけど、このホーンの後ろのここの部分になんかかすってるんですよね。でいろいろこう触りながらハンドル切ったり切らないエンジンかけてねやってもなかなか落ちないから、うん、なんだろうなと思ってたら、やっぱこの辺ちょっとグググって触ったらなんかパチッと落ちたんですよ。あれこの辺だなと思っていろいろだから探ってったら、はい、やっぱりここのところに擦れたでこれ切れてる、だからもうあの表皮なんですかね、皮膜がこれね、こういう感じでほら皮膜がこれちょっと引っ張り出したんですけど、でこれ切って周り全部剥がして、やっぱりほらこんな結構ね切れちゃってるね、はい、だからこれを修理するね、はい、完全には切れてないんですけど、もうこれ一回切っちゃってね一回切っちゃって、はい、そして、これをちょっとね直すと、うん、まあ、ギボシでこうぐるぐる巻きにして、ここもなんかクッションなんかつけてなんかつって言うんだけど、何かつけてちょっと接触しないようにね、はい、そうしないとねまた接触してどうのこうのってことになっちゃうから、うん、でもてっきりねなんかミスったかなとかね、配線がなんかやっぱり良くないかなとか思ったんですけど、これはメーカー側が良くないね。私のせいではなかった。まあね、そんなこと言うとね、あれですけど、てっきり、あれなんかやっちゃったかなと思ったんですけど、良かった。原因が分かって良かった。原因分かんなかったらって、もうずっと、あれって言ってね、もう悲惨ですよ。本当に。原因分かんないね、一番。でこういう時に、例えば、何か部品交換したとかで、そういう風になったと、それだったらまだねその部品外してやればいいんだけど、やっぱそういう感じじゃないんですよね。だからハンドルを切るとっていう話だったから、でいろいろ見たら、あこれだってね、もう原因がはっきり分かればもうどったいことはないです。そこまでが大変なあれあれあれっつってね、でここテープでぐるぐる巻きにして、もう二度とね二度とって変だよね、黒、どれだろうな、これはミスだねキムコのね、そう、作りが甘い、うん、っていうふうに言わざるを得ない。大丈夫ですかね、まあね、もう古いからね、そう、確かにね、ね、距離もね、いっぱい走ってるし、いやいやいや、そう、キムコからしたら、いや、買い替えてくださいよぐらいの、そんなことないですから。いいんだよね、これね。だから、いいバイクだから、結局、やっぱりね、乗りたいっていうか、乗り続けますよね、普通はね。うん、そういうバイク作っちゃダメだね。うん、適当なとこで、あ、もういいやっての思うようなね、そういうバイクを作った方が、ある意味幸せ。誰が幸せなの、ね、そして今度は、ギボシの、あれがついてるから、多少いいんじゃないかな。ここの、ちょうどジャンクションっていうか、なんていうのこれ。まとめてる配線をちょうどこう、分岐してるところが、ちょうど、そこに当たっちゃうからいけないんでね。ほんのちょっとのことなんだけど、そこのとこ薄いから、ただテープで巻いてあるだけだから、それで、結局、で、これ当たって擦れてるとまた、こう切れちゃうから、なんかいい方法考えないとダメですね。うん、もう少し巻くか。これ邪魔だね。邪魔だね。で、今日、バイクを取りに来るという約束をしてた方が、取りにお見えにならないね。
でこれをこっちに接触しないようにもっとこっちに何かで固定するしかないよね。ハンドルを切るたびにここに擦れて、それで最終的に中まで切れちゃったっていうね、すごい ね、ずっとやっぱりこう動かしてると OK ですね。でこれをもっとこっちにどうなってんだこれ、おかしいなということですね。こちらにあのハーネステープ巻いて、そしてちょっと減速バンドで向こうにこっちに手前に来ないように、あとこっち側はですねスポンジを貼っちゃいました。はい、直接ぶつかっても、あの仮にぶつかっても切れないようにスポンジを貼ってね、はい、要は絶縁させて、そして万が一に備えると、まあ、いうことですね。はい、さあそしたらこれを戻してどうだろうな、はい、まあとりあえずこれでね、うん、大丈夫だと思うんですけど、うん、間違いなくねここでハーネスがもう裸に切れちゃってたからね、まあ間違いなくこれが原因ということが言えると思うんでね、うん、入ってかないね。思いのほかここにスペースないんですよこれね、レーキンってね。で ABS ユニットもねこのハンドルの方に入ってますからね、つけるとこなくて考えたんでしょうね。大抵ねここのスペースって広いですけどね、レーキンは広くないで、今週はですねちょっとあのジクサーね、ジクサー、はい、SF の点検、あとで、KRV ですね、 KRV にドラレコと、ちょっといろいろつけるいろいろってなんですかね、はい、そんなにはないか、いろんなものは、まあ、とにかくドラレコがね、はい、メインですね、はい、よし、ね、っていうようなあれがあるんで、ちょっと、はい、今週もありがたいことに車検はないですけど車検はもう車検、あ、ブロスやなきゃね、ブロスね。で明日ちょっとあの朝申し訳ないんですが、またあの車両をね引き取りに出かけますんで、多分11時は厳しいかな、でも11時とかには帰ってこれると思うんですけど、ちょっとねあのやっぱり分かんないんで、うん、ね、遅くなっちゃうとまずいんで、はい、はい、午前中はちょっとおりませんので、一応そのことをお伝えして、はい、これどこだっけ、これここだ、ね、で、ファンリレーって言ったっけ、ファンリレーがこれだな、ファンリレー、これリレーダメかな、ちょっとねエラーになっちゃうんですよ、ファンリレー、ってことはファンリレーだよねファンリレーでがエラーになるんだからファンリレーですよね。なんかないかな、試しに交換してみるか。ここだとやっぱりカバーの内側だもんな、取り付けちゃうと戻せないね。でまあこれはちょっと戻して、これは問題なかったね、関係ないね、ウインカーリレーはね。あ、ダメじゃん、ウインカーリレー先に戻しちゃダメなの、 USB だ、 USB こう挿して、それからウインカーリレーもですね、そういう作業です、はい、よし、そしたら、外装戻してね、はい、終わりです終わりっていうとあれだけどね、はい、外装戻せば終了と、まあ、いうことになります。はい、この辺の配線もちょっともう一回テープとかで止めようかな。ね、ETC のこの裸配線やだよね。ね、ETC のこの配線ぐるぐるちょっと巻いた方がいいですね。はい。っていうところで、ちょっとこれやったら終わりかな。もう5時なんでね。はい。ですね。あとモンスター、そう、車検、あれも、ユーザー車検代行のモンスター取りにお見えにならないな。今日来るって、じゃあ来週の土曜日って話だったんですけど、赤いモンスターは、うん、ヘッドライトとかちょっとあれしたんで、もう一回全部戻して、それで、ヘッドライト工事もう一回調整してって感じですかね。はい。まあいろいろやることもね、ありますね。はい。ありがたい。うん。ありがたい。はい。あ、それでですね、あと、あの、実は、水曜日に、BMW の G310GS を落札したんですよ。はい。初年度令和5年ですね。何月だったかな？令和5年なんですよ。それで、走行距離が少ないんですよ。400何キロね。モトラッド軽を、言わないわよ。モトラッドの車両ですね。はい。酔い盛り紹介。ね。酔い盛り紹介のね。はい、車両です。はい。で、自賠責も酔い盛り紹介の名前で入ってるから、まあ、試乗車とかそういうのの可能性ありますけどね。もしくは、ちょっととりあえずもう、なんですかね、登録だけしちゃってっていうね、形なのかもしれないですけど。はい。で、だからマニュアルとか身についてますね。はい。あと、程度いい。うん。
新しいタイプの車両なんでね、ヘッドライトも LED、灯火で全部 LED になってますしね、それはいいですよね。で、ETC2.0 は初めからほら、一応標準装備になっちゃうから、その点も嬉しいですよね。はい、それで車両もあるんですけど、ちょっと動画撮ろうなんて思ったんですけど、ちょっと時間がなくて、木曜日も忙しくて、で金曜日に持って帰ってきたんですけど、ちょっと、金曜日もちょっと、昨日もいろいろあって、写真撮ったりとか、動画撮ったりという時間もなかったんで、はい、おいおい、ちょっと時間を見てね、ご紹介させていただければと思います。G310G ですね。はい、面白い色なんだよな。フレームワーカーなんだけど、前とこの、タンクとフェンダーがゴールド。ちょっと濃いめのゴールドで、あとは黒、なんだろうな。面白い、ね、色なんですよね、うん。で、横にラリーってステッカー貼ってありますけど、あれはなんだろうな。でも、元々の車両だから、普通のね、そう、まあ、自賠が元、普通元だと入んないからね個人で買ったら個人に入るもんね。そうそう、だからちょっとあれなと思ってまあね、いいんですけど、はい、さあそのところですね。とりあえずね、はい、15アンペアのヒューズだ。なんだっすかね、はい、まあ、とりあえずちょっと、まあ、あれこれ止まってないじゃん、なんだろうな、やばい。